これ企画名何やったっけな。丘の下。皆さん、丘の下の時間でございます。何やねん。言ってそうなことのやつでございます。やつやつ、はい、そうなやつ、あの寝坊してきた宇津先生が言ってそうなこととはみたいなので、皆さんの回答を合わせてもらうあれですね。あ、はい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 、だから実際にはね、このような状況はないんですけども、まああったかもしれませんが、私たちは知らないような、うんうん、架空の状況においてですね、うん、誰それが言ってそうなことというのを、まあ、限りなく合わせていただく企画となっております。うん、上司に怒られた後のチーノが言ってそうなこととは。あ、なるほど。あ、怒られた後です。独り言はちょっとね想定しづらいかなと思うんで、じゃあ誰かに言ってるってしましょう。 OK、 はい、うん、誰かに言ってる、はい、合わせるっていう大前提忘れとった。いや、まあでもね、より誰が解像度高いかもね、また争点になってきますから。いや、この、俺分かってんねん、この手のやつで会うの無理やから、うん、一番っぽいこと言ったらええやろって思ってるから、もはや。前回なんだかんだ会わへんかったっけ、2、3人は。ちょこちょこ会ってた。あ、なんか会ってた、会ってた。あ、待てよ、同期に言うやつやったっけ。いや、ゆめさん、いいんちゃいますか。いいか、これでいいか、よし。え、悪いこと書いたもしかして。いやいやいや。これ、ペイントで書くんでしたっけ。あ、すみません、ペイントで、お願いします。あ、いや。ではですね、皆さん、はい、上司に怒られた後のチーノが言ってそうなこととは、うん、うん、はい、小西島さんの回答から見ていきましょう。はい、お、自信ありそうな声や。あー、終わりや。これ言う、これ言ってるやろ。これは確かに、確かに。あー、終わりやって、そって言われて、言われて、どうしたって相手はなるわ。うん、これは、これね、そこからさらに一歩いった回答がね、こちらですね、ショッピさんです。うん、マジ終わった。はぁ、逆に言う回答が高い。いや、でもまあ、はぁ、あ、また、そうか、なるほどね。ね、逆切れまで止まる気がせんかった。逆切れエッセンスね。これやっぱこの辺重なりません。トントさん、分岐進化ですね。これ、はぁ、いや。はぁ、バッチリや。はぁ、全部あるやん。はぁはね、チーノよう言うからな。これは初手絶対ここやろ。ここは外さない、今ぐらい。いや、せやで、これ確かに枕言葉やねん。やっぱ攻撃力高い回答をちょっと見ていきましょうか。これ、ゾンビさん。はぁ、うざぁ。まあまあ、はぁは言うね。納得いかないとかね。納得いかないとかね。ちなみに、チーノさんの回答をちょっとね。はい。見ていこうと思うんですけど、チーノさんの回答がもう正解と言っても過言ではありません。チーノさん、こちら。はぁ、やっぱため息なんやな。あれ、ここなんやな。全部はぁ、全部正解だよ、これ。いや、でもチーノ終わりやもん、その後に続くよ、よく。俺、まず多分3回ぐらいため息吐いてからやと思うんですよ。あー、なるほど。ため息3連。別の角度からはね、こういう回答もございました。バロシオ。あいろいろバロシオ、これは有利だ。これすごいな。これすごいんですよ。何がすごいかっていうと、チーノさん最初企画趣旨を理解しなくて、こういう画像を送ってきたんですね。あの、これですね。わぁ、すごい、合ってるよ。これは一致としていいでしょ。これは一致です。実質正解で草。まだ出てない人が一人だけいますね。はい、エイミルさんや。さあ、エイミルさんにはね、あのチーノくんがどう見えてたかっていうと、チーノこう言うてます。クソが言ってない言ってない、クソがは言わんな。クソが、かなり回答高いですね、これみんな。当事者むずがゆいっすわ。むずがゆいやろな。当事者むずがゆい。続きましてですね、はい、これちょっと連作なんですけど、連作ではない、連作、はい、連作ではないですんね、ま、ですん、ないです、ないです、ないです、すべですやはり架空シリーズです。仕事でミスをしてへこんでいる後輩に小ネシマがかけそうな言葉と、あから、あのゾンビに怒られた後、ま、どうしたみたいな感じで苦しい、まあのあれね。まあまあなんか、まあなんか土地土地って、まあでもなんとなくはわかるかな。俺あんまりなんか励ましイメージないやんな。そうなんや。
仕事っていうよりもやっぱ我々の活動を通して実際に僕はあの小島さんにおっしゃっていただいた言葉を書きました。おお、ま、あのいい予感がし、いい予感がしねえぞ。大体みんなそうちゃう。今回はね、荒れたよ。荒れました。さまざまな解釈がやっぱあるんよね、この人。トントンさんから行こうかな。かわいそう。トントンから。トントンほぼ模範解答ちゃうかなと俺は思ってる、これは。マジで。まあ、次頑張るよ。興味が出しない。おい。確かに言う。確かに言う。これは言う。まあこれもね、興味ない時の小根島さんちゃうかな、気にすんなよっていう。誰誰誰、確かに言うな、言うなよですね。これエビさんか、これエビさんなかなか解像度高いじゃないですか。すんの解像度高いね。すんなよ、すんの解像度が高いな。ああ言うは気にすんなよ。なるほど。チーノの時と打って変わって高解像度の回答、本当にありがとうございます。急にやったな、これ。ショッピーさんの回答ですね、これちょっと解説が欲しいんですけど、どうした調子悪いんかってあの声。ああ、いやでも割と言い寄せ、どうした皆さん調子悪いんかとわかる、わかる。ああ、いやでもこれなんかその凹んでるのが分かる前かなみたいな。そう、茶化すとか凹んでるっていう方な気がするな。煽り含まれてるなと思う。せやな、凹んどんねこっちはっていう。部長がそれを首取るわけがないんです。確かに。こっからちょっとモザイク必要かなと思うんですけど。モザイク、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 モザイク。そうそう、これリアルすぎません。おい、やばいじゃないよ。これはこれ新馬に責任がある時のパターン。君がいるって言ってたけどね。いやでもまあこれは俺に関係あるときは言ってるね。追撃の一撃やこれ。そうマジでほんまここまで言うのもないけど、お前ろくなイメージないな。これね、あとまあちょっとこういうイメージも小島さんあるんですよって真摯に受け止めてほしいって、お前が悪いわ。いやこれはあれだね、あの聞いた上でそれお前が悪くないか、茶化せへんレベルまで来てしまった回答があるんですよね。お、え、そんなやばいやつおる。下手しいモザイクかなと思うんですけど、怒ってへんよって。怒ってへん。おい圧かけんな、圧を圧かけんな、圧かけんな。これ実話ですか、チーノさん。これあの小根島さんがバカ声色低い時に言うのが絶対怒ってへんよってやつ。いやそれはそれは本当に怒ってなくて、チーノがそこに対してかなりこうあのまあでもそんな小根島さんの回答ちょっと見ましょうよということで、はい、俺ポップなポップなパターンで想定して揃いましたから、まあこちら、まあ知らない、そんなことより興味なし、興味ないやん、ほらもう興味ないやん。だからもうこれもどんどんさんが1と言っても過言ではないでしょうね。結構近いな。今回ですね、なんと私もえやらさせてもらってるんですけども、部分的な一致がね見られたんですよね。おお、死んだことはしゃあない。あ、しゃあないよ。お前、回遊どうなってんの、マジで。いや、ほんまに、バーぐらいどっかに入れてよ。